はいどうも、りょうへいです。今日はね、この間スプールを交換したこのウルトラキャストですね。もともとベイトフィネスのスーパーシャロースプールがついてて、8ポンド50メーターのスプールがついてました。こういうね、クランクとかちょっと大きめのね、バイブレーションとか投げるときにラインキャパがね足りないっていうことで、 LC6 のスプール、14ポンド100メーターっていうラインキャパのスプールを買ってきて、これに16ポンドを73メーター巻いてます。で、今まではねベイトフィネスでしか使えなかったんですけど、このねスプールを交換することでよりね幅広いルアーがキャストできるっていうことで、ちょっとね死闘にやってきました。本当はねバックウォーターで動画撮ろうと思ったんですけど、完全に枯れててこういう結果になってます。ということでね、まずはこのワイルドハンチですね、 10g ぐらいだと思うんですけど、よくね使うこのハードルアーを投げていこうと思います。で、ブレーキの設定はお尻がねこのミニマムのポッチに、つくぐらい、まあ、大体アブガルシャのリールはこれぐらいから始めることが多いです。メカニカルはゼロ設定でスタートしたいと思います。竿の紹介ね、これポイズンアドレナ、これね古いポイズンアドレナなんですけど、これのね6点の2ピースモデルミディアムですね。これがまたねいい竿なんですよ。まあ中古屋で見つけたら皆さんぜひね触ってみてください。じゃあね、ウルトラキャストに LC6 のスプールをつけたモデルでやっていきます。もうちょっとマグネット強くてもいいかな。若干浮くな。ちょっとずつねマグネットを調整しながらやっていこうと思うんで、ノーサミングでバックラッシュしないですね。さっき言ってたところから2つ締めてますね。で、これねハンドルを 80mm にして巻き重り感をちょっと出すようにします。だからこういうクランクとかでもちょっと巻き重りがあるんで、そのね巻き重りを感じながら巻けるっていうのがメリットですね。デメリットとしては、その巻き重りを感じすぎて疲れてしまうっていうのがデメリットなんですけど、まあ僕はそこまでは感じないですね。ちょっとベイトがいっぱいあるな。めっちゃ飛ぶやん。40回転やから40メーターぐらい飛んでんのかな。若干出だしで浮くんですけど、竿のバランスにもよるかな。あ、今は浮かへんかったな。まあちょっと竿をね振りすぎるとスプールの立ち上がりでオーバーランしてしまうと、まあ、ただマグネットがねしっかり効いてるんで後半の方で持ち直してくれるんで、まあ、その点はね安心して投げれるかなと思います。まあ、スプールがねちょっと DZ8 に比べて 2g ぐらい重かったんですけど、特に何もそういったデメリットは感じないですね今のところ。16ポンド巻いてるんでね、クランクはいい感じやね。ミニマムのポッチがあるんですけど、それが設定のこのダイヤルの後ろ側にちょうど来るところから2つ締めてますね。2つ締めてる、これがあのクランクではちょうどいいかなと思います。はい、ということでね、次はこの TN の60ですね。これよくみんな投げるんじゃないかな。多分 15g とか、まあ2分の1ぐらいの重さだと思います。バイブレーション、これがねどういう感じなのか、まあ設定はクランクの時と一緒からスタートしようかな。じゃあ行きます。ノーサミングやで。ノーサミング見た今の。ってことはもっとマグネット緩めてもいいかな。メカニカルはこれでいこう。よく言うゼロ設定から1個締めてる感じかな。カタカタちょうど言わなくなったとこぐらい、ちょっと緩めよう。思い切ってねこの半分まで緩めたいと思います。あー若干浮くけど後半で持ち直すな。出だしやな、もう糸なくなるよ。もうほぼなくなりかけですね。もう一回行こうか。ね、まあ、約ね80回転 60m ぐらい飛んでるかな。2分の1のこのバイブレーション TN60 で十分な飛距離じゃない。もう一発ちょっとね、ノーサミングやからね。嘘ちょっと糸出たけど、まあまあほぼほぼノーサミング。まだ緩めれるけど前半ちょっと浮いてしまってるんで半分がいいかな。後半持ち直すこと考えたら半分がいいと思います。このね 80mm のハンドルが非常に巻きやすい、いい感じですね。
はい、次はねレアリスのジャークベイトですね。はい、これの 120F と、まあ、フローティングモデル、これねサスペンド仕様にしてます。おそらくね 20g ぐらいあると思います。これがねどれだけ飛ぶか、これもよく使うんじゃないかな。シーバスとかでもこれぐらいの設定やったら使うと思うんで、じゃあジャークベイト、これはまだねポッチがお尻に来るぐらいにしときます。めっちゃ飛ぶやん。全然マグネット強いな。前半軽く浮き気味ぐらいの方がいいかな。ビギナーの方はポッチが後ろから強めっていうのを心がければ、まあ、バックラッシュはほぼしないですね。ちょっと緩めてみよう。半分までいこう。バイブレーションと一緒。あ、浮くな。浮くけど後半収束するな。やめといた方がいいなこれはな。という感じですね。 20g のミノジャークベイトですね。これもだいたい 60m ぐらい飛んでます。こんなもんでいいですかね。じゃあ軽いもん行こう。16ポンドでねどれだけ軽いもんいけるか。で6点のミディアムの竿ね、まずはこれねウッディーベルっていう昔のメーカーなんですけど、それのねピクルスっていうペンシルですね。これ約 7g、 これが飛ぶかどうかね、やってみよう。ではめっちゃ飛ぶからねちょっと待って、約50回転なんで、まあ、40メーター近く飛んでるかな。 7g がすごいな。リールも軽いんでね、動きがアクションがねすごく軽快に行いますね。いいねピクルス。ウッディベル懐かしいでしょこれねバックラッシュせえへん。あ、ブレーキはもうポッチがお尻。アブのねマグネットの基本は僕こんな感じにしますね。バイブレーションはねちょっと弱めたりするけど、ね、いいね。全然ベイトフィネスのスプールじゃなくていい。むしろベイトフィネスって何って感じやな。よし、もうちょい軽いに行こう。はい、ということでね、お次これね昔ね出ました、バンダイから出たこれグランダームサシのルアーで、グランダービーっていうルアーですね。スイッシャーなんですけど、これちょっとねシェイクして虫みたいに使うのが僕は好きですね。これ意外に釣れるんですよ。こんなタガメみたいな格好をして意外に釣れる。これが約 5g、 5g ですね。これ16ポンドを巻いたスプールでどうなるのかやっていきましょう。わ、今はね風に流された。これオープンウォーターではこのリッピングっていうのかな、ちょっと向かい風で投げよう。あ、向かい風がさすがにバックラッシュするな。ノーサミングじゃバックラッシュするな。ちょっとマグネット強める、真下ぐらいまでしようか。うん、ノーサミングでもいけそうやな、向かい風で。ちょっと待ってや、 5g ね、ノーサミングでいってみよう。あ、いけるな。着水だけサミングせなあかんな、さすがに。ほぼノーサミングで 5g がノーサミング、もうベイトフィネスいらんくないっていうレベルやね。ちょっともう一頭だけ 5g ね、ブレーキましたね。素晴らしい、素晴らしいな。ピッチングの時はこっちをケツぐらいにしといてやると、まあヘドンで言うとタイニートーピートとかあれぐらいやったら全然お構いなしで投げれるっていう。幅は広いな。言うてプラグなんで抵抗ってあんまりないじゃないですか。ってことでごっつい抵抗のあるスモラバ、何グラム ?2.5 のスモラバにドライブシュリンプ、何インチやろ、 3.5 インチかな。なのでまあこれもう 5g ぐらいだと思う。これが今向かい風で、まあ 20m ぐらい飛んでるな、 18m とか飛んでるんで、まあまあ実用レベルじゃないかな。ピッチングの時はちょっとブレーキ弱めの方がいいんかな。そうやな、バイブレーションと一緒ぐらいのブレーキにすればピッチングの時はいいけど、やっぱトラブルレスっていうことやったらここがいいね。ミニマムのポッチがダイヤルの後ろに来るぐらいね、うん、ワンハンドこれか、まあ、距離変わらへんな、投げやすさとかも、まあ、6点なんでワンハンドする竿じゃないよ、ね、まあ、全然狙ったとこには飛ぶからね。20回転、まあ、20メーター飛んでないな、15メーターぐらいかな、15、6メーター
このクランクとか投げ出たこのポッチのね、いつものこのポッチのダイヤルの後ろ側がミニマムのマーカーに来るぐらいから2つマックスに寄せたのか、スモラバにはいいかな、ワンハンドでもノートラブルと。シャープに振っても着水のサミングだけしてしまえばシャープに振っても、うん、大丈夫という感じです。じゃあね、一気にちょっと重ためのルアーにしましょうか。重たいのもね問題ないと思うけど、これねレイドジャパンのブルタンク 1.5 オンスぐらいあると思う。これをちょっとやってみよう。ミニマムのポッチがダイヤルのお尻に来るところからスタート。ちょっと飛ぶな重たいの問題ないな。よいしょいよいしょい、スムーズに飛んでいくね。重たいのももう満タイと、いい感じや。お、なんかついてきたで、亀やし亀のバイトがあったなやめとこう、かわいそうや。はい、ということで、ね、今日はねレボウルトラキャスト BF8、 これをスプールをね交換することで16ポンド、今はね 73m しか巻いてないですけど 80m 巻けるラインキャッパにして、どれだけのウェイトの許容範囲があるのかというのを調べてみました。まあ投げた感じ下はね、そうだね 5g かな、その辺はねちょっと技量次第によるんですけど 5g から上は1オンス半ぐらいまで、2オンスになるとちょっとラインがね16ポンド不安になるところでね、フルキャストできないのと、あとはこの竿自体が不安だということで1オンス半にしときます。でこれ今ミディアムなんですけど、ミディアムライトにすればもう 5g はねもう快適な領域になってくると思います。その代わりね上がだいぶ狭まってくるんで、まあ、おすすめのねタックルで言うと、このアドレナみたいに軽い竿に関してはウルトラキャストでもいいと思います。ワールドシャーラみたいにちょっと重たい竿になると6フィート半ぐらい、16、52かぐらいに合わせた方がいいんじゃないかなと、バランス的にね思います。非常にねファーミングしやすいですし、16ポンド巻いててもまあまあ12ポンド使って投げるような範囲でも使えるんで、ぜひねこれを機に10ポンド12ポンドね使ってる人は14ポンド16ポンドと、一つね上の番手を使ってみてはいかがでしょうかね。いいね、まあかっこいいね。ということで今回はねレボウルトラキャスト BF8 のチューニングの使用感インプレ動画でした。ということで本日は以上になります。この動画がね少しでもよかったらグッドボタン、それからねチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。